若松城は日本の城。別名、中野島城。所在地は福岡県北九州市と畑で、同海湾の入り口に、かつて存在した中野島に築かれた日本の城である。現在の若戸大橋中央部のほぼ真下あたりに相当する。若松城、黒崎城、小倉城ほ海地関係図福岡半領域津中野島、永常年間。 竹内事部と称する戸端の合士がここに今日構えていたというが、史実であるか判然としない。下って、慶長5年、関ヶ原の戦いの論功交渉により筑前国のほぼ全域が黒田長政の両国となり、長政は福岡に本城を、武前との国境に6か所の誕生を築いた。若町城はその誕生の一つである。城は、東屋をいくつも持つ。 大きなものであり、多くの軍船を備えていたというが、慶長20年、一国一条例により、廃城となる。その後200年はあまりの時を経て、文久3年6月、中の島に砲台が築かれ、再び城塞としての機能を持つに至った。若松城が築かれた中の島は、1940年に作兵され海没、城の規模、縄張りなどについて、 詳細を知ることはできないが、井上忠孝の測量記録によると、島の外周は6丁7万4尺であったという。島の古写真が多く残るが、その地形は極めて平らかである。戸端小津文政天宝頃を見ると、海側には波状岩らしきものが描かれており、海側からの船の接近を阻む城であったことが推定される。選手衆の一人、三宅家気が上司として入った。 うちには、若松近辺を及び山が、芦屋で、都合一万国の代官を兼ね、年貢のうち三分の一を毎年たまわったという。若松、山が、芦屋は、数多くの大船を係留することのできる天然の、良好で、小宝期において、若松は約200層、山が、芦屋は60から70層の大船を係留する、ことが可能であった。 うちは3600国の事業を賜ったが、うち600国はよりき4人の事業である。先導、家事庫を多く抱え、六高に比して配下は大勢であったという、ありがとうございます。